皆さんこんにちは、ユミーです。今日はルームツアーをお届けします。2回に分けてお届けします。今日は入り口から入って玄関、下駄箱、洗濯機の上、キッチン、お風呂場のルームツアーをご紹介したいと思います。築30年の6畳のアパートです。住まいながらもなんとか心地よく暮らしたいと思って工夫をしています。ちょっとこだわりがあるところもあります。収納が少ないので洗濯機の上をフル活用しています。生活感が出てしまうのでキャトルセゾンのショールで目隠しをしています。調理スペースがないのでパイン材を買って洗濯機の上で作業しています。無印の収納ボックスにいろいろ入れています。避難用にお水をストックしています。せっかくなので素敵なパッケージのものを選んで買っています。まな板を探しにかっぱ橋道具街に行ってきました。ジャストフィットで動かないのでここで調理ができます。棚がなかったので突っ張り棒と網で作りました。実は DIY でスパイスラックを作りました。でもキッチン上にあった方が楽なので今はこのスパイスラック鉢とかキャンドル置いちゃってます。シンクの背中側のご紹介です。
使いかけの毛糸をしまっています。この毛糸を使ってハンドメイドでリースを作りました。編み物はしてないんです。北欧の食器が大好きです。しまっておくのはもったいないので、無印の棚に見せる収納を楽しんでいます。北欧のコーヒーカップがすごく小さいなと思っていました。それには理由があります。とっても寒い国なので、ウォーマーでコーヒーポットで温めながらちょっとずつ飲むそうなんです。だから小さいそうなんです。今はミニマリストではありません。でもミニマリストの時もこの木製のカトラリーは集めてました。ここは下駄箱です。靴は5足です。収納が少ないのでボックスを使っていろいろなものをここに収納しています。6年使っていたオーブントースターが故障してしまいました。キャトルセゾンでこのレトロなトースターに出会いました。一目惚れです。炊飯器は持ってません。この糖質が低くカロリーの少ないご飯、3つで200円でした。何の変哲もないワンルームのユニットバスです。無印良品が多めです。バスタオルは手放しました。無印の巻いて結べる長タオル、髪の毛の長い人にもすっごい便利です。殺風景なお風呂にフェイクグリーンを飾って癒されてます。今日はルームツアーをご覧いただきました。築30年の狭いアパートです。でもいいところもあるんですよ。狭いのでエアコンがすぐ効くんです。それから移動距離が少ないです。狭くて収納も少ないので、物を買っても置く場所がないのであんまり買わなくなります。それから物を選ぶとき、すごく厳選してお気に入りを買うようになります。そんな風に狭いお部屋でも楽しみを見つけながら暮らしています。それから猫がいるので正直暮らしは大変です。でも癒されてます。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。アラフィフの私が猫と暮らす様子、収納の様子、素敵な雑貨のご紹介などもさせていただきます。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ユミでした。ありがとうございました。